皆様こんばんは。20周年記念美的ビューティーライブ20、これからは教えてパクちゃんマスクの日の最旬美人メイクをお送りします。私三好優と申します。さあ今回はヘアメイクアップアーティストのパクちゃんさんをお招きし、マスクをしているのに美人になれちゃうメイクレッスンをしていただきます。マスクでメイクやおしゃれが物足りないなという皆様、ぜひご覧ください。では早速お呼びしましょう。プロヘアメイクのパクちゃんさんです。こんばんは、パクちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パクちゃんさんは繊細なメイクテクニックとトレンドをミックスさせる感性で、一人一人の美人度を更新する理論派のヘアメイクとして注目が高まっています。さあパクちゃんさん、今回はですね、はい、読者からリクエストが多いマスク生活のメイクですね。そうですね、やっぱりマスク生活になって、うん、こうメイクをしなくなってしまったってすごい声も聞くんですけど、まあ、マスクをしていてもメイクは楽しむことはたくさんできますので。マスクをしていても楽しめるメイクのポイントは？そうですね、たくさんありますけど、やっぱり目元にポイントを置いてメイクしてあげること、そして、まあ、やっぱりマスクの中のケアももちろん大事にもはなってきますけれども、今回のレッスンで違い出ますかね？出ますよ今日は、カラー×カラーで目元をこうパッと明るくチェンジしていきたいと思いますので、すごく楽しみにしててください。カラーかけるカラー楽しみになってきました。ではこれよりパクちゃんさんによるメイクレッスンを実践していただきます。メイクモデルは椎名美月さんです。ではパクちゃんさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあでも早速、始めていきたいと思います。今美月ちゃんは、目元何もしてない状態ですね。眉毛を少し整えて、ビューラーで、まつ毛を軽く上げてある状態になってます。じゃあ早速、はい、メイクをしていきますので、ちょっとマスクを外してみてください。はい、はい、今日ちょっと先ほど、言ったんですけれども、今日はカラーとカラーを合わせて目元をちょっと明るく、はい、カラーメイクを楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあ早速ですね、今日は使っていくアイシャドウなんですけれども、まずはこちらエレガンスクルーズのアイカラーミジェット、こちらね、グリーンの01番です。グリーンを使っていきたいと思います。はい、グリーン、はい、これね、液体系の、アイシャドウになっていて、こうやってチップになってるんだけど、結構こういう風に、みずみずしいタイプになってます。で、今日はもちろんこれチップでね、直接のせていく方法もいいんですけど、寒色系なので手元に一度取って指で、つけていきたいと思いますね。なので、手の甲に、はい、うん、そうだね、1回分のせて、じゃあ実際、中指とか薬指とかでいいかな、ちょん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 ってこういう風につけて、これね、すごくね、伸びがすごくいいので、本当に最初軽く、つけてもらって、じゃあ実際にまぶたにのせていきますね。はい、目をつぶってのせる人もたくさんいると思うんですけど、今回はちょっと目を少し開けた状態で、塗ってってください。で、最初は黒目の上あたりに、スタート地点、はい、そこですね。そこから目尻、目頭の方に全体にちょっとね、置くようにトン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 って、そう、はい、そんな感じです。そう、うんうん、そうですね、幅はね、そんなに出さなくていいので、今ちょうど、指の、そうだな、1センチぐらい幅で乗せてます。これは2度塗りですか？うん、2度塗りしようか。もう一度手に乗せて、はい、ちょん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 と、これね、ちょん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 って塗ることで色がしっかり、出ます。もうちょっとなじませたい人はこうスリ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 すり込んでもいいんですけど、今日はちょっとカラーね、出していきたいので、トントン塗りをしていきます。じゃあ同じように反対側もやっていきましょう。なんか寒色系を塗るときは、色の調整が結構大事になってきます。なので、指に、ちょっと含ませてから少しずつ少しずつ、色を出していくことが重要です。あとは、ちょっと目をね、開けてるんですけど、これね、際にそんなにのせなくてもいいんです。だから黒目の上あたりに のせた時に際がちょっと塗れないって思うかもしれないんですけど、全然それで大丈夫。このあとね、ちょっとそこには違う色をのせていきたい。あ、いい感じですね、パッと明るくなりました。じゃあ一旦アイシャドウはこれで大丈夫です。そしたらアイライナーを使っていきたいんですけれども、アイライナーはこちら、コーセーのビゼリシェブラウンズクリーミーペンシル SP001 番です。このアイライナーは、
アイライナーといえば黒とか茶色とか、そういうイメージが、来ると思うんですけど、これはねもうね、なんて言ったらいいんだろうな、ラメでゴールドベージュみたいな感じなんですよ。見えますかね、キラキラ。あ、そうそうそう、こんな感じでちょっと動かすとこうメタリックにも見えるような、綺麗。そう、ベージュ系、これで、目元をちょっと締めていきたいと思います。はい、はい、じゃあ実際に、乗せていくんですけれども、これは普通のアイライナーみたいにまつげとまつげの間をまず埋めていくように乗せちゃいます。はい、で、今ね鏡をこうやって前に持ってると思うんですけど、うん、この時の、やりやすいポイントが、はい、鏡をねこう顎のね下の方にこうやってね垂直に置く、なんていうの、倒す、もうちょっと、そうそうそう、そうすると、こうやって覗いてみると、うんうん、まつげとまつげの、際がすごく見やすくなる。見やすいですね。うん、そうして入れてあげると、はい、みんな結構こうやって顎を上げて一生懸命やりがちです、うんうんうん、多いと思うんだけど、鏡をこう横にして、で下から垂直に、うん、入れるように。そんでやっぱりスタートは黒目の、そうですね、うんうんうん、いい感じです。ここからそうこちょ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 こするように内側にしっかり目頭から目尻まで全部に入れてしまって大丈夫です。はい、はい、芯がねすごくねこれね柔らかいんですよ。なのですごくこう動かしただけで色が、乗っていくのですごく描きやすいです。うん、上手上手、うん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 、はい、内側が全部描けたら今度、上まぶたの上の方に乗、せていきたいので、これもスタート目、黒目の上あたりから目尻に引いて目頭の方に全体に乗せてっちゃってください。この時ねちょっと芯がねちょっと出過ぎてるかもしれないから、もうちょっと、うんうんうん、こんな感じで描いてってみてください。うん、かわいい、これすごいねキラキラがかわいいので、こっちで見えるかな、ちょこちょこちょこ、こんな感じで今、そう全体ちょっとねこれは幅広く描いちゃって大丈夫です。そう、やっぱり色味がすごく淡い色なのでアイラインなんだけどアイシャドウみたいに使ってあげるのがすごくおすすめです。あ、いい感じだよ、一気にこう目元がちょっとパッと明るくキラキラしたと思うんですけど、うん、じゃあ反対側も同じようにやっていっちゃうでしょうか。はい、はい、黒目、そう、まつげとまつげの間をしっかり埋めて、これやっぱりこうまつげとまつげの間に、きらめきを入れてあげることですごい白目がこうキラッと光をね、なんか集めてくれるんですね。だからすごく効果があるんですよ。うん、で外側、うん、いい感じ、結構ね、本当に太めに入れちゃっても大丈夫です、馴染みますので。うんうん、はい、乗ったかな。なんかベージュなのでこう肌に、馴染んでなんとなくこうくすみベージュみたいな感じに色づくと思います。はい、そしたら下にも入れていきたいんですね。はい、で下に入れるときはまつげとまつげの間を埋めるようにこちらも入れていきます。これももう全体的に入れちゃってください。はい、ちょっとね内側ギリギリを攻めて、うん、そうちょっとねあっかんべーみたいな感じにするようにしてあげるとまつげとまつげの間がすごく見やすいです。うんうん、いい感じ。まつげとまつげの間をこのように埋めてあげるとすごくこのラメが、今度下からこう下からよりこうなんていうのレフ板効果みたいな感じでキラッと見せてくれるんですね。うん、でもすごいがっつり入れてもあんまりこうなんていうの重たく、うんうんうん、映らないので、じゃあ反対側も入れてってください。はい、うん、いいですね。であんまりこれは下ま、下まぶたに関しては幅はそんなに太く出さずに結構本当に際を描くように入れてってあげると綺麗に描けます。うん、あ、かわいい、あ、すごい、これだけでも印象がね、これかわいいよね、ぐっとなんか、なんだろう、白目がキラッとこう見えてると思うんですけど、はい、じゃあ一旦
旦これで、アイシャドウとアイライナーは大丈夫です。そして今なんだろうな、黒まだ全然使ってないですよ ね黒とか茶色、うん、でちょっと締め色が、使われてないんですけど、逆にマスカラで今度根元、目元を締めてってあげようと思うので、マスカラはこちらですね、はい、デジャブのラッシュアップのダークブラウンを使っていきます。これねすごいね、ブラシがすごく細くてすごく、ね、根元細かいところにもこう一本一本が塗りやすいんですね。すごい。じゃあこれを、はい、根元からしっかり、当てていきたいんですけど、はい、まず結構マスカラねこう縦にして塗ってしまうこともあると思うんですけど、今日アイシャドウもアイライナーもすごく淡い色を使ってるので、あの何だろう、その淡さも残したまま締めたいんですね、はい、だから、ちょっとこう優しくマスカラを塗っていきたいので、ブラシはこの横にしたまま、横にしたまま、うん、で根元にグッと押し当てて、はい、クリクリクリって動かして、そのまま毛先までスッと抜く、グリグリ、そのままスッと抜く、そう、はい、これね全体をねこうやってグリ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 って全部やってしまうと毛先まで結構液がドバッてついちゃうんですよ、うんうん、でもスッと抜くようにすると地まつげのふさっとしたのが残ったまま、確かに、そう、根元からグッとすると目がパッチリ、でも根元をしっかり塗ってるので、うんうん、根元のこう締め感は出ますよね、うん、これでじゃあ反対側もやってってください、はい、あ、そのまんま、あ、いやいや、うん、反対側行こう、はい、やっぱり塗り始めはね、私はあの黒目の上からをおすすめしますね。やっぱりこれは何だろうな、ちょっと印象を可愛く見せてくれます、縦幅にグッと目元が、出るので、はい、あ、いいですね。これね、本当ブラシがすごい繊細なので細かいところも塗りやすいんですけど、うん、いい感じです。そして下まつげもちょっと軽く塗っていくんですけど、はい、下まつげはもう液は足さずに塗った、うん、そのままで、やっぱり下まつげも縦にはせずこのまんまいきたいですね、うん、さっきと同じ、そう、はい、でやっぱりこれ押し当てずスッと抜く、そう、下まつげは軽めで大丈夫です。入れたキラキラのアイライナーの効果を消さないように、はい、うん、軽めにつけてってあげてください。うんうん、いいですね、うん、綺麗、はい、マスカラはこんな感じで軽めで仕上げました。そしてここで一回ねちょっとねアイシャドウに戻って、はい、今マスカラでちょっと長さ出ましたよね、うん、なのでさっき入れた幅よりもグリーンがちょっと隠れてると思うんですよ、うんうんうん、なのでちょっとそこに、アイシャドウを足していきます。なのでもう一度手に取ってもらって、で足す場所は黒目の上だけで大丈夫、はい、指でトン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 と乗せて、はい、でちょっと目を、そうですね、うん、そのぐらい黒目の上ポン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 と出してきます、はい、これね何度ね重ねてもね、このグリーンすごくこうくすちょっとくすんでて、でも明るくしてくれるので、うん、あんまり重たくならないんですよ。だから2度塗りぐらいそこに塗ろうかな、ね、この時も指でポンポンポンと置くようにしてって大丈夫です、はい、うん、そのくらい。じゃあ反対側の黒目の上にも乗せていってください。結構ねやっぱりねアイシャドウ、最初だけで終わらせちゃう人もたくさんいると思うんですけど、マスカラとかアイラインを入れた後も、アイシャドウ仕上げにちょっと一塗りしてあげると全然見え方が変わりますので、トータルで仕上げてもう一度ちょっとアイシャドウ見直してみると幅とかもねすごいバランスが取りやすくなると思います。うん、いいんじゃないかな。そしたらアイメイクはここでいいんですけど、今日アイライナーで黒とかで入れてないじゃないですか、うん、でも眉毛で、目力をアップさせていこうと思いますので、はい、今度はじゃあアイブロウ、はい、アイブロウはこちらですね、3の、アドバンスドアイデンティティアイブロウペンシルの04番。これね形がねこういう三角形、こうなぎなた形なんですけど、で色味はちょっとねこうブラウンにグレーシュがかかったようなすごく締め色でもすごくナチュラルです。これのこの角をね一番この先尖ってるところを使っていきたいと思うんですけど、これで眉山から眉尻の上のラインだけを足していくの、はい、はい、描けますかね、この角を当てて、そうで眉山にちょっと当ててみてください。あ、そう、それだとねちょっとねちょうどねこう肌のにかかってるじゃない、うん、だから気持ちいい毛の内側の眉山を意識してあげる、もうちょっと上でいいよ、ここ、そうそう、そのあたり、
はい、そこから眉尻に向けてスススと毛を描くように細かく、うん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 、そう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 。でこれ時も一本でビュッて引っ張るんじゃなくて細かく動かしてってあげるといいです。でそのぐらい描いたら反対側にね、これスクリューブラシがついてるんですけど、はい、スクリューブラシでぼかすんだけど、この時、スクリューブラシで結構ね、ギュッて力当てて消しちゃう人がいるんですけど、きちんとペンシルの外側ね、そう外側端っこ持つと力が弱くなりますよね。そこで持ってぼかしてください、はい、そう、あ、上手、うん、いい感じです。じゃあ同じように反対もやってみてください。結構全体に、足すんじゃなくて、この眉山から眉尻に、ペンシルで、そしてちょっとこうアッシュグレーみたいな色味を足してあげると、アイライナーで黒とか茶色とかで色味を入れなくてもぐっと目力がアップするんですね。はい、うんうん、いい感じ。はい、これで目元が全て完成しました。じゃあこれでちょっとマスクをしてみますかね。はい、はい、どうでしょう、先ほどと印象変わりましたかね。目元がこうぐっと色と色で明るいんだけど目力がアップするっていう、どうですか皆さん、印象変わりましたかね。グリーンすごく綺麗じゃない。綺麗ですねこの眉毛も眉山にポイントで、うん、グッと目に印象がつきますね。なんかこう、なんだろう、アイラインとかで、目力を、入れなくても眉毛でもこのぐらい出ちゃうし、色でもパッとするっていう、ね、全然効果があったと思います、はいはい、でもマスク生活だからってね、メイクをこうしなくなっちゃったって人もいると思いますけど、うん、ぜひぜひ、こうやってカラーとかでどんどんチャレンジして楽しんでいってください。だいぶ印象変わりましたね。華やかさがよりアップしました。さあそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。最後にパクちゃんさんから視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、来月からですね、私美的の YouTube で連載が始まることになりました。ぜひぜひそちらもチェックしてください。お楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。パクちゃんさんでした。ありがとうございました。さあ以上、教えてパクちゃんマスクの日の最旬美人メイクでした。この後は梶ひとみさんが登場です。引き続き20周年記念美的ビューティーライブ20をどうぞお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。